アチンさんの心とポポさんのティナ、お互いプレステ勢の強豪に数えられる2人ですが、今回の勝負はどうなるか。さあリングステージ、開幕シャバン 6PK からのアッパー、休憩で浮かせてジャイアントスイング、開幕ハンディになっていくからのダウン投げ、あっと6割半ぐらい減った、もう一回いく 6PKP から回復ガードに12フレーム投げ、さあ下段蹴りから、さあ大位置をしゃがせてでかわしていく、さあ長距離を出して9PP、 1本目はポポさん、さあ P からの、ここは反応して 1P からの12フレーム半分、さあタックルで KP、 さあここはサービスでかわしてからの壁投げ、さあ 21KP からスカカックで大一を刺していく、さあここではバーストからのパワーブロー大逆転、一本取り返す、さあ 6PP からの P で、さあここはしっかりフォロー、 6PP、 さあ 6PP で壁当ててからの 9P、 6PP、 さあ 3K、 4K グレートで2本目、 3PP から 9PK からのジャイアントスイング、さあ 66P から、さあ変中した P、 さあここは下段ホールド、中盤ホールドに返して 6PP、 6P からの 3K、 4K 上ラッパー、 9P からの空中コンボ、さあ起こして下段、下段ガードする、下段投げ、さあおっと 1K に対して肘が当たって1本目はフワチンさん、2本目は人情式ステージ、サブセプケ肘からの 8P、 6P 浮かせて直してからの空中コンボ、起こして 2KP からの肘、 4PP、 PP 投げ、ここはしっかりホールド、 6K からの、ここは暴れに対して 9PK の2度目が刺さる、タックル 6PPP からの心魔法、ここは受け身取る、 6PPP、 1本目はフワチンさん、 1P からの、さあまず中盤ホールド、ここは OH しっかり決めていく、6P プラ KPP からの中継浮かせ、起こして下段、おっとこれ入らない、確か 1KKP はあれ立ち投げだったかな、なんかゆうちゃんさんが言ってた気がする、相馬さんも言ってた気がする、気にした、さあおっとここは投げに反応して P、 P プラ K から落とす、さあリーチ、さあハドピ 2HK 勝ったのはフワチンさん、2対0、素晴らしい、いい勝負だった。